さあ第1ラウンドが始まりました。赤いグローブテープがね、いやそうですね、もう目つき見たらやばいですね。ですね、2人ともめちゃめちゃ気合入ってますね。タイプだと思うんですけど、距離感と先攻撃に対しまして29歳の白、白選手もちょっとこうプレッシャーかけられてる風で、やっぱりあのロープ背負っていうイメージもすごいあるんで、どちらかなと。白がダウンするのを見て、あの白も倒れるんだという話をしていました大崎拓也。ちょっと今右にあったの姿勢が強すぎるんで。そうですか、うん、あここはワンツー、要は強さと怖さを見せるというので、この白を見せるし、もうスタイルもなんか違うような気がします、ね、そうですか、はい、この辺りがニュースシローとか山田選手シローというとそのいますけれども、今日ちょっと違います。タイトル55キロが自分に合っているという話をしている選手もパターン変えてきましたね。1ラウンドあのシロー選手もあの強いんですよ。だからですね、ああ飛び膝だったりとか印象的な部分だったりとか印象的な部分コンビネーションを見せていきます。シローにパスよね、このシロー選手いやあるかなっていう風になったんですけど、はい、打ち上げていきます。シローもそして膝大崎高校距離を詰めていく上下に打ち上げからキックにコンビネーション。天心さんパワーではどちらという感じ、どこでまとめるか、はい、どっちがどこでまとめるかが、こちらも大崎高輝世界を見据えている白ダメ、はい、にパンチを当てパンチからキックへのコンビネーション。ただ前に出ていて、もうあと1分しかないんで意地と意地のぶつかり合いですね、はい、あ結構ジャイルに行っています。白全体にないテンポというか、全体にないテンポというか、全体にないテンポというか、パンチを出していく大崎マンツー、そしてハイキック、ラスト10秒押し返していく白、足を止めての打ち合い、最後はどちらがこの試合をものにするんでしょうか。つけるかっていうところですよね、いや見栄えはいいですよね。10秒、20秒、さあ残り時間が20秒、前に出てきた白